泉さん。泉さん、どうなさったんですか？お顔の色がすぐれないようですけど。そうですね。私ったら。はい。もうすぐこの研究が完成すると聞いて。正直言ってどうなるかと心配なんです。はい。あ、心配といっても悪い意味ではなくて。話によると歴史的な大偉業になるかもしれないって。そんな場に私なんかが居合わせていいのかなって。ありがとうございます。はい。わかるんですか？ごめんなさい。装置の演算処理に手間取ってしまいまして。でも。はい、わかりました。
何でしょうか、泉さん。ええ、お見えになってます。泉さんの恋人ですってね。いいえ、単に警報が鳴っただけです。なかなか楽しい恋人さんですね。なかなか魅力的な恋人さんね。あら、恋人さんに会わなかったの？教授の部屋にいると思うわ。行ってみる？無理しちゃって。私？彼を待っているのよ。あんな役がいないと彼困るでしょ。どうしようかしら。あるちょっと可愛いから。まあまあ。とりあえず宿舎の彼の部屋番号を教えておくわ。おめかししていきなさいよ。喜ぶわよ。そういえば彼、可愛らしいお子さんを連れていたわね。冗談よ。でも、何でも浜辺に倒れていたらしいわ。11、2歳くらいの女の子ね。それがわからないのよ。近くで船舶の遭難があったわけじゃないし。何？メディカルセンターに運ばれたはずだから見に行ってみたら？じゃあ私はちょっと中の様子を見てくるわ。どこまで面倒見ようかしら。じゃあね。よう、まこと。どうだい、俺の誘いを受ける決心はできたかい？そんな顔をするなよ。決して嫌な思いはさせないつもりだぜ。まあ気長に考えていてくれ。じゃあな。泉さん、こんにちは。
なんだか気がつくとお掃除しているんです。やっぱり綺麗な方が気持ちいいですから。そんな、いじめないでください。の診断だと軽い疲労で命に別状はないようです。ただショックのためかどうも記憶に問題があるようで。ええ、ドクターによると記憶の喪失症だということです。まだ寝ていますよ。はい、ではこちらへ。疲れて寝ていますから静かにしてくださいね。ちょっと待っていてください。多分窓から抜け出したんじゃないかと思うんですけど。はい、出ましょう。私この辺を少し探してみます。どうしよう、ドクターに怒られちゃう。
いざこざがあって、でも悪いのはカエルの方で、それがいなくなってしまって、アルバートさんって。じゃあ私もう行きます。ううん、ちっとも気にしていませんから。じゃあ、よろしくお願いします。それじゃ。
いじめないで。お願い。お願い。いじめないで。
ル？アルを知っているの？アルのところに連れて行ってほしいの。泉くん、泉くん、君がティーナを保護してくれていたのか。研究室に。ティーナ、君はまだ精密検査の必要があるんだよ。わがままを言わないでおとなしく。嫌と言ったら嫌！嫌よ！嫌なんだもん！ティーナ！おっと、いいタックルだ。ある、ある。
よう、マコト。また一段と綺麗にシワが増えたな。おお、この胸の刺繍を見てくれよ。どうだ、腕を上げたろ。一体ここで何をしていたんだい？ドクター？見ない顔だな。誰かね？俺はアルバートと言います。でもそれだったら精密検査なんて必要ないじゃないですか。具合の云々が顕著でなくてもそれなりの検査を行うのは当然なのだよ。それがドクターの責務でもある。ふーん、でも悪くないのに見るってのもどうですかね。そうよ、ピーナどこも悪くないもん。と本人も言ってますが。しかしだね君、そもそも検診というものは。やだそうですが。いや、俺はあくまで本人の意思を尊重する主義なんでね。本人が嫌がってるのに無理やりは良くない。そうそう、無理やりは良くない。ティーナ、そんなことを言っては。あちこち体をいじられるのよ。あちこちいじったんですか。当たり前だろう、検査のためだ。ほら。まあ、こう言ってることだし、差し当たって具合も悪くないようだから。ティーナ、アルと一緒に寝る。何ムキになってるんだよ、マコト。仕方がないな。しかし私は医者として忠告はしたからね。後の責任は君が取りたまえ。ええ、構いませんよ。言ってしまったか。ちょっと怒ったかな。何じっと見つめてるんだい。さては俺に惚れたか。なんで誠が焦る顔を作るのさ。関係ないじゃないか。大体悪くもないのに検診検診って医者の悪い癖さ。病室みたいなあんな不健康な場所に押し込められたら
誰だって病気になっちまうぜ。善意の押し売りほどありがた迷惑なものはないな。本人に悪気がない分余計に立ちが悪い。大体検診だって本人の了承が必要だぜ。嫌だって言ってるのに無理やりその善意とやらを押し付けるのはどうだろうな。俺は永遠不滅のあるだからな。そうだった、これから ID カードを取りに行かなくちゃならないんだ。ああ、まあこの手のは遅れるのが常道だからな。そうだな、ティーナを連れて俺の部屋で待っていてくれないか。露骨に嫌な顔するなよ。相手は可愛らしい女の子とはいえ子供だぜ。嫉妬は少し早すぎるんじゃないか。カードを受け取ったらすぐに部屋に戻るからさ。俺の部屋の番号は そういう成り行きだ。分かったかい、王女様。うん、このおばちゃんと一緒にアルの部屋で待っていればいいのね。そうだ。おばさんじゃないわ、おばちゃんよ。先に宿舎へ行っていてくれよ。先にし、あ、ある、早くね。おお、任せてあげて。